まずは今日の試合最終節90分間振り返って一言お願いします。まあ今年を象徴したゲームかなっていうふうに思ってて、まあ勝ちきれずに勝ち点を落としたっていう、まあ、状況が続いて、まあ、最後もね、たくさんホームにサポーターが来てくれてたので、なんとかして勝ち切りたかったかなっていう試合やったと思います。まあ、最終節ということで、まあ、今お話にも少しありましたけれども、1年振り返ってというところでも一言いただいていいですか。そうですね、その、まあ、上に行くチームっていうのは、まあ、ロスタイムにしっかりと守りきるであったり、まあ、勝ち越すであったりっていうチームだと思うので、まあ、そんなにリーグ全体としてはそのレベルの差っていうのは全然感じてないですし、まあ、俺たちにはまだまだ伸びるところがありますし、もっともっと成長していければ上位に組み込めるっていう手応えはあります。また今シーズンは一森選手の活躍でその勝ち点を積み上げられたという試合も数多くありました。ご自身のプレーについても振り返っていただけますか。まあ、僕自身は全然そういうふうに思ってなくて、まあ、逆に、まあ、自分で勝ち点を落とした試合っていうのがたくさんあるなっていうふうな認識なので、もっともっとそこをしっかり、ね、高めてチームを勝たせられるキーパーになりたいなというふうに思います。それでは来シーズンに向けての最後意気込みをお願いします。まあ、まず今シーズンたくさんのサポーターが来てくれて非常に感謝しています。ありがとうございました。まあ、しっかりと次は J1 に行けるようにしっかりといい準備をして、またチーム全体でやっていきたいと思います。ありがとうございました。